中野門は江戸城の本丸への上り口にあった城門です。かつては2階建ての門がありましたが、現在は門の通路の両側の石垣と門の礎石だけが残ります。その石垣には精密に加工された巨大な石材が使われており、日本の城の石垣で最も立派なものです。百人番所は中野門の前に立つ長大な建物で、いつも100人の下級役人が座り、門を通る大名を監視していました。その役人には、甲賀と伊賀などの組があり、現代的には忍者と言われる人々で構成されていました。そこに座る役人は、彼らが監視する大名より身分が低いので、建物の床は低くなっています。